こんにちは、葉っぱチャンネルです。このチャンネルでは小さなハッピーを発見し、毎日ウキウキワクワクできるような、そんなヒントになるかもしれない事柄をお伝えしていきたいと思います。今回はこのザミオクルカスという植物についてお伝えします。私も詳しいわけではないんですけれども、私のですね、この植物の紹介の YouTube を見てくださったお友達が、こちらのザミオクルカスという植物をお家で育てているんだけれども、これをちょっとお泊り保育、2日ぐらいちょっと家を空けるのでお泊り保育させてくれないかということでお願いされたものです。で、まあ、2日間空けるぐらいでしたら、お水やりだったらしなくてもいいレベルなんですけれども、もちろんですけれども、ちょっとお家に預かってる間にこの子の健康状態をちょっと見てほしいということでお預かりしました。なのでお泊まり保育という形ですね。こちら、このこれぐらいの鉢に植わっていたんですけれども、よく見てみると、これ買ってきた時のまんまの状態で育てているということだったんですけれども、その本人も気づかれていなかったんですけど、このプラスチックの、植木鉢の中にさらにこのビニール、これがまだね、入ったまんまでした。ビニールの元々のこれ入ったまんまでした。で、これでずっと育てていくとやっぱり中蒸れちゃうと思うので、これ私はいつももう外すんですけれども、こちらをまず外して、それと同時にこちらにちょっと新しい土を足して植え替えしていこうかなと思います。時期的に今本当に春から夏にかけては植え替えにとってもとてもいい時期なので、今日は植え替えをしていきます。はい、ではまずですね、こちらに、植え替えていきたいと思います。中をご覧ください。こういう風に穴が開いてますね。で、まず結構細かい穴が開いているので、もしかして石とか土が外に出ていってしまうかなと思うので、こちらですね、この鉢底ネットというものをこういう大きさに切りました。底の形に合わせて切りましたので、こんな感じね。で、これを底に、この底に入れたらこういう形でぴったり入りました。で、ここにさらにハチゾコ石という、軽石ですね、こちらをここに引いていきますね。こんな形です。こうやって入りました。はい。で、今回使うのはこの観葉植物用の綺麗な観葉植物の土というものですね。こちらカーマホショッピングセンターで買ってきたものなんですけれども、普通の土とちょっと違ってつぶつぶになっていて、乾燥してきた時とかが分かりやすいのと、あとその虫とかもつきにくく、綺麗にお部屋の中でも綺麗に管理ができるという土ですね。はい、ではまずこちらの外のビニールを外していきましょうかね。ちょっとビニール切りますよ。はい、こんな感じで結構根っこがしっかりとね巻いてます。いい状態だと思いますよ。で、今ついているこの土をちょっと落としていきますね。このザミオクルカスというのは里芋科の植物だそうで、本当にこう見ていただくと中に里芋のような球根があるんですけれども、ちょっとお待ちくださいね。なぜかこれ発泡スチロールが根っこの中に入れられてますね。よいしょ。このさ、発泡スチロール外してしまいましょうか。全部土の方がね、
この子たちにとってはいいと思いますので、全部土に入れ替えたいと思います。これもね、外してみて分かることなので、植え替えてあげた際にはこういうところもきっちり見てあげたらいいかと思いますよ。はい、外してみると、よくお分かりの通り、ここにですね、見えますか、こういう芋みたいになってます。里芋みたいなね。はい、これが一つのものからこれだけの葉っぱが出ている形になっております。立派ですね。ではこれをですね、こっちの綺麗な観葉植物の土を入れていきたいと思います。一旦高さとか見てみましょうかね。これでいけそうですね。はい、まずですね、この底に、引いていきましょう。で、ちょうどこの芋になってるところ、球根のところの外にこう根っこがこうあるので、中にも入れたいと思いますので、これ入れながら土入れていきますよ。揺すりながらやると上手に入るかなと思います。こんな感じで入りました。綺麗に植え替えられたと思います。いいですね。で、ザミオクルカスについて私もよく知らなかったんですけれども、よく行く園芸ショップ の店員さんに確認を取りました。で、ザミオクルカスはこちら途中の、例えばこの辺葉っぱが悪くなったなと思ってパチンって切ってしまっても、ここからまた枝分かれして出るとかいうことはなくって、すべてこの球根になっているところから新しいものが出てくるのみだそうです。なので、もうこの茎から全体が1個悪くなったらもう下でパチンって切ってしまって、また新しいのが出てくるのを待つのがいいそうです。はい、ではこう今回はザミオクルカスを植え替えてみましたということで終わりたいと思います。もし何か質問とかありましたら、お願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様の応援がとても励みになっております。高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただけますと大変喜びます。また次回よろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますね。じゃあね、またね、バイバーイ。